じゃあ発酵がね、その人類を救うって言ってるさ、もちろんこういうね、肌も発酵が原因やね。まあ、海も発酵してるから臭いね、磯ってね。何が発酵してるかって、まあ、他の生き物の体の死骸どころか精子なんだけど、他の生き物の精子なんだけど、磯って、ね、海って、ね、なんか臭いんです。発酵してるんですかもね、塩分でね。漬物水やねん、それに。で、漬物ももちろん発酵してるから、漬物の中のベンチオーナー。まあ、虫も発生してるよな。なんだかって、野菜についてるからそういったものに卵。で、免疫細胞で。で、それだから、スタープ細胞を食べてるのもんや、あの、漬物って。で、体が発酵したら、ですね、海にずっと使ってたから、私たち人類は。なんか、ああいうことな。何百万でも使ってたってか、浜におったんちゃう？しょっちゅう泳いでた。なんだって、食料がな、海から調達しとって、まあ、ひじきとか、まあ、温ダワラとか、ワカメ、コン、な、まあ。あとは、貝。卵で野菜で主人はそうなんか言ってたっけ。それ以外のものをゲットするのは難しかったけどな。そりゃそうやろ。まだ魚を取る技術はなかった時代。まだなかった。ハマザルって呼ばれた時代。で、その何百年、何百万年かな。何百万年かが、他の霊長類と私たち人類を決定的に分けちゃったよね。実は。その発酵水である海が原因だな。で、漬物も、まあ、要するに野菜を、わかめみたいにできへんかなーって言うだけの発想だ。やろ結局、だから海藻は私たちの体にとって、日本人が一番海藻を上手に代謝できると言われてるけどね。外国人は代謝できないっていうか、外国人は、そうそう、食物繊維でしかないんだよっていう説もある。日本人は海藻類を、わかめや昆布とかね、ひじき、ホンダーラ。ホンダーラ多分難しいやけどね。そういった海藻類を、いろんな海藻類をちゃんと代謝できるってことは、海藻を分解できますよってことやね。海藻を分解できなければ、完全に食物繊維でしかないけど、日本人は海藻を多少は分解できるって意味やねん。要するに。日本人の消化液は海藻を分解できますよって意味やねん。まあ、漬物生活してるし、海から遠ざかった日本人はね。でしょ？だから、その、漬物が、あ、味噌も漬物の一種やし、ハムも漬物の一種やし、ドイツもね、ドイツはうちらと同じに作ったでしょ。顔も声も似てるでしょ、うちドイツ人と。で、本来のドイツ人って実は、むしろこんな顔や。今のドイツ人の顔はちょっと根血が進んだかな、ユダヤ人との間に。ユダヤ人っていうのは、もともとこんな人たちだから、今のドイツ人は、うちとこんな人たちの根血みたいな顔をした人が多いでしょ、ドイツも。まあ、そのハイブリッドした人はすごいけど、バッドブリッドもそれ出ますよ。まあ言葉の評価のね、表現のね、よしあしはともかく、まあ、人類にとって都合いいかもあるし、何の取り物を直す人類っていうのは、うちの細胞たちやから、うちにとって都合いいかっていうのが、それは、市場命令ですね。市場課題、市場命令でもあるよね。自我にとってもね。でしょ？自分のそのステージを壊してやったら脱出じゃないからね。それ最大の犯罪っていう因縁やからね。脱出できへんところちゃうからそれって。どうなっちゃうのか知らんけど、思い出したらまた教えてあげるわ。な。で、結局、その、魔術師は漬物嫌がるでしょ？ヨーグルトも漬物の一種やから。豆腐も漬物の一種、納豆も漬物の一種。発酵してたら全部漬物って、一括りにした方が便利でしょ？じゃあ、スタップ細胞も漬物の一種。なの。じゃあそういった健康にいいもの、まず食べれないでしょ？じゃあ体を使い捨てして、別の体に移動していくんですよ。それはちょっとひどくないかな。ね、悲惨な犯罪に。それを監視しとってん、ずっと。私たち。すごい。なのね。いっぱい逮捕されてるんじゃないすごい。自我が逮捕されている。肉体は、そんな理由で逮捕されるんですか？漬物を食べなかったから、お前、逮捕だなあ、ほら。